本テレビの人気アナウンサー陣が、12日に放送された、行列のできる法律相談所に、出演、上牛里、34、が、後輩の増田一アナ、33、への、対抗心を、あらわにした。昨年の、好きなアナウンサーランキング、で、3連覇を達成した増アナに、対し、2位は上牛アナ、マツコ、デラックス、42、から、上牛にしてみたら増が、出てくるって予想だにしてなかったと、思うよ。徳光、和夫、3、福留、小男、3、福沢、ボウ、3、羽鳥、新一、3、俺だと思っていたんだもん。それが急に後輩が来ちゃったから、びっくりしたよね。と促されると、上牛アナも、予想外でした。と、告白した。よしという時にマス、誰だ、と後輩の台頭に心穏やかれなかったという。さらに東野幸治、47、から、上尾さんは、マスに、フリーになってほしいでしょと問われると、なってほしいです、と、断言した。現在、マスが、ZIP、月、金曜午前5時50分、の、総合司会、上尾がその後の、スッキリ、月、金曜前8、ねえ、で、同じく総合司会を務める、マスが、上牛を、そんなに、意識したことはない、と話す一方、上牛は、こんなに、マスを、意識しているのに、と頭を抱えていた。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。